今日は令和5年3月11日です。東日本大震災から12年が経過いたしました。今私が来ているのは福島県いわき市にあるいわきサンマリーナです。実は、震災前まで私の船もここのサンマリーナ、まさにこの辺りなんですけど、この辺りに、保管しておりました。ちょっとこちらの動画をご覧ください。これは1999年に撮影した動画なんですが、ご覧のように多くのクルーザーがあったのがお分かりいただけると思います。現在はこの場所には一艇もありません。でもいわきサンマリーナ、最近また営業を開始いたしました。上からの動画をご覧ください。ご覧の通り1本しかありませんが、桟橋が完成してあります。将来的には昔のいわきサンマリーナみたいに多くのクルーザーが集まるようなマリーナになることを私は信じております。この後につきましては小名浜、そして薄磯海岸の様子を皆様にお届けしたいと思います。